ロサルバデカルロ、2012年ロサルバデカルロは、イタリアの料理人。主にフッテラダ州で活動し、レッチェにレストランを所有している。アンドリアーニデ・ブイトド・コリリアードトラント男爵家の出身である。チェラーゾにある領地のサンタバーバラ分離集落で育った。サンタバーバラでは、地元の農民と接する機会が多く、毎日の料理の様子も観察しながら生活した。ロサルバによれば、 この幼少期の経験が高貴な料理から庶民の料理まで様々な古い食文化の知見を得ることにつながった。ロサルバはレッチェの自分のレストランの指導を行い、レストランの評判を高めることに貢献した。そしてロサルバ自身もレストラン以上に高い評判を得るようになった。2008年11月25日にはサレント大学で イタリアユネスコ国内委員会の講演を受けて、サレントの郷土料理についての講演会を行った。ロサルバは単独でケーススタディの報告をした。講演会のポスターデザインには腕輪をつけた彼女の手が使われており、これは様々な社会的階層の料理の優和の象徴としての意味で選ばれた。ありがとうございます。